いや、それではですね、今日は、とりあえずさっさと始めていこう。ね。まずここに吸って、あー、切れたらもうつかないのかな。つかないね、これ。あ、ついたついた。今回ついた。画面は来ない。あ、来た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 。来た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 。っていうことですね。これ開封の儀とかそういうもんじゃないんでね、そういう動画じゃないんで、あとはコントローラーテストですね。めんどくさい。なんだこれ、これどうすんの。ああ、なるほどね。こうなってるんだ。抜こうか、こう向きにさすのか。刺しました。あ、普通に動くよね。まあ、F0 でもやっていくか。あ、スーパーマリオやりたいな。あ、どうしよう。っていうか、どうせなら何をやろうかな。早く拾ってね。そう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 。あ、これがやりたい。てかこういうね、動画じゃないんだよ。こういう動画じゃ。ないんですよね。これね、ファミコンの時知ってるんだけど、このセーブデータはね、消えるんだよね。要はね、見えにくいかな。あ、見えないわ。あ、見えたか。ちょっと見えないね。これなんか照明焚いけばよかったな。一応5ピンでできてるんだよね、これ5ピンで。じゃあ他のやっていきますね。コントローラーテストということで、クラコンのプロやっていきます。つなぎました。お、動いた動いた。どうせならなんかグラディウスみたいないのかな。もうなんでミク早くしろって。じゃあストッツやります。ストッツないね。スタートボタンはさっき動いたし、セレクトボタンはちょっとわかんない。あれ？あれ？あ、セレクトで動くよ。あれ？セレクトで。あれ？動いてたさっき。ほら。セレクトで動くし。っていうか動くっていうことですよね。おー、 LR も効いてるね、ちゃんと。っていうかここまではいいんだよ、ここまではね。うわー、やられてるじゃん。甘いわ。んで、まあ、ここまでいいんだよね。で、このホームボタンがミソなんだよ、これが。ほら、これが、ね、ホームボタン。ホームボタンが消えちゃう。これも5ピンなんだよね。もう見えないけど。ちょっと見えないな。5ピンです。6本作って、ほんでそのうちの5本しか使ってないのかな。さあ、本題だよね。
これサムネにしたいんだけど、これを買ってきました。でこれをやりたいんだよね。これちょっと光の加減じゃなくて本当に白っぽくなってる。ということで、それがこれです。さあできるんだかどうなんだか。でもできなかったらどうなんだろうな。スーパーファミコン用なのに。はい、つなぎました。よし、つないでよ。つないだ。よし、やっていこうか。これをやりたかったわけよ。ちなみにこの撮影するのにね、準備が50分かかりました。うち言っとかないとね。おー、いい感じだ。全然動いてるじゃん。でもあの一つでいいから、一つ、このスタートも効くしね。そういうのじゃないから。でこれスタートでしょ。でこれセレクト効くんだよ、これね。でまあチューンリーでいこうか。でこの LO ボタンを動かそうか。まあ効きます、ちゃんと。これ今延長かましてるからね。延長何がやりたいのって思ってる人いるだろうな。でまあもうこうこれ、あ、聞いてるじゃん全部聞いてるじゃん。あれ、これじゃあ見てた、ちょっと悔しいから倒します。ちょっと負けず嫌いなんで。一応こういう番組じゃないんだよね。でホームボタン聞くか。聞いた。あ、今映ってなかったか。もう一回やる。もういいか。もう一緒だけどな。で、ここでホームボタンを押すと。っていうことですね。まあ、一応何がしたいのかっていうとですね。向こうか。これ。この延長ケーブル、なんで買ってきたかっていうと、ちょっとファミコン持ってきてないんだけど、今これスーパーファミコンだよね。ね。で、それを、今度はそのファミコンで、こいつをね、改造して、つけて、で、このクラコンで、ファミコンをゲームしたいと思います。っていうかさ、もうファミコン好きな人ってさ、もうコントローラーダメになってるじゃん。これだったらほら、もういくらでもね、買えるでしょ。もうコントローラーごと変えたらいいわけで、いくらでも遊べるから。やっぱり丈夫でできてるじゃんね、うん。で、LR も効くし。ということで、次回は、この延長をファミコンに改造して入れて、でファミコンを改造していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。